入ります。皆さん盛り上がっていきましょうか。盛り上がってますね、盛り上がってますね。完全にね、やると分かんなかったんでアドリブでーす。まあでもね、大人の科学でございますから、真面目なね、ちゃんとしたビートボックスというものをみんなに聞いてほしいなと思ってます。まあ最近 Twitter で私はあれですよ、ふざけすぎてて、まあ、知らないね、Twitter の方からお前真面目なビートできねえだろっていうリップがいっぱい来ました。びっくりしたから DM でちゃんと8ビートできるんですかってやった時にはと思いました。だから私はできると、こういうことをね、今カメラに向かってやって、ちゃんと里直樹がちゃんと8ビートを刻めるよってことを見せたいと思います。ではよろしくお願いします。1分間だけからのね、こうやってるから舐められるんですよ。トリックさんやるかじゃあ。じゃ一緒にやろうぜ、せーの。あのね、多分怒られる。すいませんでした。すいませんでした。こういうのをね、付け焼き場って言うんです。本当にあのね、人のネタを絶対パクるとか、本当なんだろう、模倣するっていうのもね、僕絶対やりたくないと思ってたんですけど、もうね。もうやっちゃった、もうプライドもね、かなぐりしてて、そう、うん、だって、楽しんでいただければいいんだもんね。そうです、そういうことは、それが魂よね、エンターテイナーです。楽しんで、楽しんでこうよ、今日は。あれ、もう登場してる。あれですね、進行状況を言いますと、また完成してません。で、まぁ、あ、はい、ちょっと一回ね、普通に、前、大人もの宣伝動画見てくださった人いますかね。はい、あ、あります。その時に、まあ、動画でカリンさんが意気込みを言ってましたけども、まあ、カリンさんは息のつぼで来れないということになって、まあ、急遽、ゆいらくんが、ジャッジということで、ちょっと意気込みっていうか、言える？大丈夫？一回、まあ、困ったら、ブーアメプがやっていいから、やっていいから、ああ、で、あれ、ショーケースの時間ないよ。ないんだよ。そんなないんだよ、なくなったんだよ。よし、チーム戦でいいんですか。
した人からお願いがあるって言われたんですよ。ちょっと巻き込みはまだ後にして、なるほどね、はい、じゃあちょっとヤクザみたいな顔の人で行っていきましょう。たい焼きイエイヤクザみたいな顔うるせえ、本当に小指取るぞお前まずたい焼きさん来たかというと、3月22日何があるか分かりますかね。分かんない。3月22日にですね、関西流儀というイベントを、京都ブラックボックスで行います。まあそれの宣伝のためにね、ちょっと時間を割いてもらってるんですけど、この中にはですね出る人がいるはずです。水とかかな、水文隆、お前は出ないかね。お前って言葉が似合うな。うるせえんだよ。まあジャッジ、それから DJ 全員ビートボクサーです。ジャッジヨガユラニアライ、七次元スイッチブレスハッカー、DJ5 時間ブレスハッカー、アゲヤっていう風な形になってます。5時間さん知ってる人います？あうるせえシャラッ前囲ったままでかい声出すマジでマジでかっこいいって叫ばないで、ごめんごめんごめん、俺らは囲ってないから、ね、ごめんね、ちょっと話したからね、ごめんごめん不慣れだ、うるせえな。はい、5時間さんもそれからブレスさんもアイベアさんもビートボクサーとしては結構長い。5時間さん長い長い、最近は多分最近始めた人知らないと思うんですけど、で池袋ベッドでね名言を残した人なんで世代交代だ世代交代だっつってねまあそんな感じで3月22日に関西流儀で、これ結構大事なんですけど、賞金が5万円です。5万円なんで、別に東京から来てもうんどっちまえばそれで帰れるんで、帰ってお釣りが来るんでね、ぜひ参加してください。はい、あと一応全員のジャッジ全員のライブももちろんあります、はい、でまだちょっと確定ではないんですけど、次の日3月の23日の日曜日にもちょっと関西流儀関係でちょっとイベントをやろうかなと思ってるんで、もし来る人はその日も開けておいてください。はい、では以上、満足、うん、まあまあ満足じゃあマイク置きなさい。はい、すいません。はい、どうぞどうぞどうぞ、ね、お願いします。ランラン丸丸ランマルダトダレダンダンダン。あ、どうも皆さんおはようございます、アキと申します。ですね、宣伝のお時間をいただけるということで、4月5日にですね、北海道の、ビートボックスバトル七変化というバトルをですね、ユーボックス君と合同オーガナイズを、させていただくことになりまして、4月5日土曜日ですね、札幌のスピリチュアルラウンジという、ライブハウスですね、行いますので、この中にも、北海道バトル出るよっていう方いますよね。
あ、いらっしゃる。北海道からわざわざ、ありがとうございます。ちょっとね、北海道遠いんですけど、東京から飛行機だと一番ちょっとぐらいで行ける便があるので、ぜひあのお時間ある方はあのぜひ札幌の方にですね、僕も初北海道なので来ていただければと思いますので、賞金が3万円となっておりまして、ゲストが日本チャンピオンの達也さん、はい、ちょっと北海道でブンブン鳴らしてる DJ の豆さんという方がですね、はい、ジャッジで来ておりまして、大人感覚はこう音楽性を見るイベントじゃないですか。で、七変化っていうのはこうパフォーマンス性をですね、U ボックス君が発祥したイベントなんで、パフォーマンス性を、まあ、スキルとかよりも細かい刻みとかよりもこうパフォーマンス性、まあ、だから例えば M コー君とかいらっしゃると思うんですが、そういった方がちょっと、はい、M コー君とかが多分評価されるんじゃないかなというイベントになってますので、まだまだエントリーも受け付けてますので、ぜひ試験でホームページでですね、はい、チェックしていただいていただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ではよう、村香、ゆうすけ、あき、つるぎ、たべうな、しゅう、トーマス、ジェイ、あ、それだって、トーマスで、つるぎだ、俺。あ、それでいきます。ジェイ、ニモ、ホタカ、たいやき、みず、ゆっけ、なおや、ゼット、アンボ、この16名でやっていきたいと思います。